ガームパンウェチャ・チーワは、タイの小説家及び翻訳家。ジェーンのニックネームで知られる。2006年に、小説、タイの少女カティで、東南アジア文学賞受賞。タイの第27代首相アピシットウェイチャ・チーワ首相の、姉。ガームパンウェチャ・チーワは、当時両親の医学研究の滞在先であった、イングランドで生まれる。生まれた時から、脳性麻痺を患っており、 現在なお車椅子での生活を余儀なくされている。3歳の時にタイに帰国し、バンコクで育つ。タンマサート大学でフランス文学の学士号を取得。その後、ベルギーの首都ブリュッセルで翻訳通訳学校においてフランス語、イタリア語、英語の研究を続けた。1988年、雑誌出版社で自動雑誌の出版、編集のキャリアを積み、 1995年独立し、著作権代理店シルクロード出版代理店の経営責任者となる。さらに、フリーランスの翻訳家としても活躍し、ハリー・ポッターと炎のゴブレット、ネズミの騎士でスペローの物語などの対語翻訳を行っている。ガームパンの初めての小説であるクワームスック・コーン・ガティは翻訳業の貴重な1ヶ月の休暇を利用して書かれた。 いつも、小説を書きたいと思っていながらも書く時間がなかった。ガームパンは、ある日、フライパンとフライパン返しを持って、台所仕事をしている時に、小説のキャラクターのきっかけを思いついたという。カティの幸福は母親を亡くした少女が、チャオプラヤー川の下半の小さな村でおばあちゃんやいとこたちと楽しい生活を送るというストーリーである。小説は9こと5。 中国語に翻訳されている。本書は各地で良好な反響を読んだが、他方体の農村の生活を上流階層からの視点で単純化して描いているという批評もある。続編として2006年にクアームスックコーンガティトーンタームマハープラジャンが出版された。ガーンパンは小説の他にも雑誌用に短編も書いている。2009年 クワームスックコーンガティが映画化された。は、役所がないため火薬。は、題名が現代もしくは確定した、役代のあるもの。ありがとうございます。